立ち入らないでください。関係者以外は、関係者以外は立ち入り禁止ですので。関係者以外は立ち入り禁止です。関係者じゃない方は外に行ってください。だから関係者が警察署に行ってください。千尋さんに何度も申し入れをし、私たちはこの、公園の計画、反対、申し入れをしていますが、光弘さんは全くこの申し入れ書を、受け取ろうとしていません。野宿者支援者のような人たちからは、そのような申し入れ書は、受け取らないということまではっきりと差別的な発言を持って、この受け取りを拒否しています。こうした差別的な対応でオリンピックに向けてホテル、ショッピングモール、ふざけないでください。オリンピックに向けてますますオリンピックパートナーでもある三井不動産の実態をこうやって訴えていきます。宮下返せ、公園返せ、公園返せ、宮下返せ、公園返せ。まあ公園にそのショッピングモールを作ると、でその横にホテルを建てると、でまあ公園はそのショッピングモールのその屋上に、まあおまけ程度にこしらえると、まあ、そこが宮下公園になると、これはもうとんでもない計画なので、反対するために、来ました。もう本当にこう居場所がこうどん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 なくされていくと、いよいよもう本当にこう一休みできる、あるいは夜寝られる場所が失われていくというのはもう痛感してますね。